それではいつも通り解説実況原俊でお送りしたいと思います。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。最終戦といえばでリーグ戦がですね、ここが4部リーグになっておりまして、前期後期に、今年は分かれているんですけれども、昇格がかかった最後の最終戦というところで今日はお送りしていきたいと思います。こうやってですね、怪我人がいるんですけども、怪我人がですね、しっかりチームのために働いてくれています。頑張ってほしいと思います。しっかりですね、昇格してですね、この無邪気なピースのためにもしっかり昇格してですね、来年度はですね、前も言いましたけども2年生中心の選手が多いので、ぜひともですね、1個上がった、上のリーグ3部リーグで来年は試合をしていきたいなと思っていますので、そのためにもですね、ゴールキーパーのレベルアップっていうのは、必ず大事になってきます。必要になってきます。なのでその来年のリーグで戦うためにも、これからですね、キーパー陣のレベルアップっていうのをですね、念頭に置いてしっかりやってほしいなと思います。頑張ってください。でここはですね、今ウォーミングアップをしているところで、試合に向けて徐々にですね、気持ちを高めているところです。あの男内の後ろ姿もそうですね、試合に向けて徐々に気持ちを作っているところです。でリーグ戦はですね、上位チームが、自動昇格で後期リーグに、行くことができるんですけども、今日はですね、その最終戦というところで、まあ、負けてしまうとですね、可能性が、まあ、得失点、になってしまうので、ぜひともですね、しかも勝ってやはり、後期リーグにつなげたいので、しっかりですね、前期、上がって後期リーグにつなげてですね、そこからまた昇格に向けてというところなので、まだまだ先は長いんですけども、そのためにですね、今日の一戦が非常に重要な一戦になってきます。徐々にですね、チームとしても、力が上がってきて、攻守においてもですね、バランスがだいぶ取れるようになってきたのですね、もっともっと質を上げながらですね、ポルマレの良さですね、その辺を含めていいサッカーができるんですね、今日もやって頑張ってほしいと思います。さあここから、いよいよですね、試合が始まっていくところです。緊張はないにしてもですね、止水グラウンドです。で今回その台風の影響も若干ありまして、風がですね結構あったんじゃないかなと思います。で土もですね、グラウンドというところ、グラウンドがですね、あのクレーコートになっておりましたので、結構ボールも跳ねました。なのでですね、その辺も、技術的なところも含めてですね、なかなかでね、試合運びが大変だったんですけども、最後まで、ご視聴の方よろしくお願いします。さあ試合が終わり、だから試合に向かっていくところです。エンジンを組んでおります。気持ちを高めております。さあ一体どんな試合になるかですね、楽しみいただければと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。さあ気合も入りました。さあさあさあ、それでは行きましょう。試合開始です。ポルマール熊本ですね、白チームになりますのでよろしくお願いします。さあ試合始まりました。早速ですね、相手チームの方に、相手チームコートでしっかりボールを持つ方が来まして、早速チャンス、おっとナイスナイスシュートですね。前半開始早々の、早速ですね、いい形からのシュートで、幸先のいいスタートでしたね。早めにですね、1点先制点が取れたので、これで気持ち的にかなりですね、楽にゲームを進めることが、できました。いいシーンが出ましたね、いい形で前を向いてパスがつながる、いい形だ。バーの上、あえてですね、パスを上手につなげながらですね、ドリブルも混ぜてっていうところのシーンがだいぶ増えました。でゲームがですね、なかなか土っていうのもあってボールがやっぱ跳ねてしまうので、キーパーのですね、バックパスというかそのビルドアップ参加のところでなかなかですね、こうミスが、あったので、不安を取り除く意味でもしっかりキーパーと会話をして、今何をするべきなのか、何をしないといけないのかっていうところを、しっかり話してコーチングをしたところでした。基本的にはですね、相手コートでサッカーをする時間っていうのが長くて、今こう遠目で分かりづらいかと思うんですが、幅をですね、コートの横幅をいっぱいいっぱい使いながら上手にですね、ボール運びが、できているところです。ただですね、ここからですね、追加点っていうのがなかなか取れなくてですね、1-0のまま、相手広げて、相手引っ張り出せ、
いっている展開ですね。もう1点追加点がやっぱ欲しいところですね、勝利に向けて。左から右から上手にボールを回しながら相手のディフェンスの隙間を狙うんですけども、なかなかですねそこを突破することができなくてですね、前半戦はかなりやっぱ苦労していました。で時折ですね相手もカウンターを狙ってきていましたので、そういうのもですねヒヤヒヤしながらですねゲームを進めています。これですね、やっぱボールがやっぱ結構跳ねていたので、バックパスっていうかこう対応もですねかなり神経を使う場面だったんですけどもね、前半戦、今のところ、落ち着いて失点もせずに頑張って粘って試合を運んでいるところです。さあ、まあ、さあもう1点追加点が欲しいところですね。ぜひともなんとか前半のうちに追加点を取ることができるか。お、まだこれもゴール前のシーンになりそうですね。パスがつながっていく、シュート打ってる、うん惜しい。これは今これもですね危ないシーン、遠いとこ見ろ。おー、左足を使えましたね。ナイスですね、いい判断でしたね。これもゴール前のシーンになりそうだ、チャンスになりそうだ、ボールが中に入る、はい、うーん惜しい。ゴール前まで行けてはいるんですけど、なかなか追加点が取れることができず。さあここで前半終了ですね。 1-0 で前半を折り返しました。さあハーフタイムでここをしっかり改善してですね、後半なんとかですね勝ちを手にしてほしいところです。追加点を取りに行くのかどうかというところですね。確かに修正していざ後編ですね、後期リーグ昇格ですね。まずは勝ってしっかり後期リーグにつなげたいと思います。さあ後半始まりました。早速ですね相手も長いボールを使いながらですね、うちの、ゴールの方にはだいぶ対応、押し込んできていましたので、そこをですね上手にかいくぐりながらなんとか追加点を狙っているところです。じゃあ中盤が来るぞ、中盤が来るぞ、シュート開くぞ。しっかりポジションを取りながら、これもいいシーンになりそうだ、チャンスになりそうですね。うん、はい、どれだけ一戦前、なかなかですねあそこのゴール前までは進入はだいぶできるようになってきているんですけどもね、ここをもう一個かいくぐってなんとか得点を欲しいところです。うん、またゴール前のシーンいい形になりそうだ、打ち切れるか、あー残念打ち切れません。さあこのシーンもゴール前になりそうだ。さあしっかり相手の前で倒して振り切った、おお、ダッシュ、素晴らしいゴールでしたね。一瞬の隙ですね、相手がパスかなっていうところで上手にですねすることができましたね。はい、いやナイスゴールでした。14番のホルマレ、こらこらチーム名が14番になって、チーム名が14番になってしまいました、うちのチームが笑いもしっかり提供してくれていましたね。ナイスプレイ。さあ今日取り直して 2-0 で、現在ゲームが進んでおります。このままですね、ゲームが進めることができれば勝利で終えることができます。さらに3点目というところで相手ゴール前まで、ですね行っています。そんな中相手のしっかり攻撃も徐々にうちのチームですねやっぱ勝利が欲しいので少しずつラインが下がってきて、相手の攻撃も少しずつですね効果的になってきていましたので、ちょっとですね時間帯的に危ないなって思うシーンがですねだいぶ増えてきています。なんとかですね失点をせずにゲームを終えてほしいところです。さあどんな展開になるんでしょうか。危ないぞ。さあそんな中どういう風な展開になってくるのか、うん危ない、嫌なシーンだ、どうなるか、あー奪われてしまった、ゴール前まで運ばれそうですね。これはピンチになりそうかな、どうだ、打たれた、弾いた、あー詰められた、失点、いや悔しい失点でしたね。うわー、いやこれで今2-1ですね。これ同点されたらまた厳しい展開になるんじゃないでしょうか。そしてここから最大のピンチを迎えます。相手のボール当たった、相手にスピードを与えてしまった、やばい1-1になる、やばいどうなるか、止めれるのか、触った、おお、ナイスキーパー、まだいやよく触りました、ナイスキーパーでしたね。最後よく我慢して右手一本でしっかり弾き出しましたね。
ここで試合終了し、見事前期リーグ1位で、リーグ1位突破しました。後期リーグにつなぐことができました。いやー、それにしても最後の1対1のシーンではよくキーパー我慢して、最後ですね、相手からボールが離れた瞬間ですね、右手1本で弾くことができました。いやー、肝を冷やしたシーンでしたが、よく対応しました。ナイスプレーでしたね。さあ、ここですね、やはり応援してくださった保護者の方にも応援を、感謝の気持ちですねして、俺を言ってですね、ところです。まあ、最後のシーンでですね、2-0 から 2-1 にされてですね、かなり劣勢の展開だったんですが、今までだとですね、あそこはやっぱり決められて同点されてっていうパターンだったと思うんですけれども、やはりですね、あそこをしっかり守りきれるっていうところでチーム力の向上、そして何よりですね、ゴールキーパーがあそこでやっぱり最後の最後をですね、止めれるっていう、ものすごく価値のあるゲームになったんじゃないでしょうかね。非常に良かったかと思います。いかがだったでしょうか。このチャンネルでですね、ゴールキーパー、ゴールキーパーコーチ原俊視点からですね、今回はですね、ブログ、Vlog というところで、1日の日をお送りしました。ぜひですね、チャンネル登録もしていただきまして、他の動画ではですね、ゴールキーパーの情報発信をしていきまし、言っていますので、ぜひともですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またまたですね、いろんなトレーニング内容や企画等も行っておりますので、応援の方よろしくお願いします。まあ、なのでですね、キーパーの方もこれからですね、トレーニングをたくさんもっともっとしていいものをとって、キーパー自身もですね、選手も、しっかり成長してほしいですし、新年もですね、これからもっともっと勉強して、子どもたちがですね、よりよく、より良い選手になっていけるようにサポートしていければなと思っております。今回ご視聴の方ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それではまた、ありがとうございました。